レイラです。アリアです。リコです。ピンクラテ D B 始まるよ。第2回目ワールドウルフゲームです。イエーイ。まず最初に知らない方にワールドウルフの説明をしたいと思います。ワールドウルフは一人一人にお題が送られるんですけど、3人の中で1人だけお題が違う人がいます。お題は自分のお題は言ってはいけないんですけど、話していくうちにあれ私なんか違うかもと思ったらウルフの可能性が高いので、ウルフってバレないように話を合わせていきます。で逆にあれ私ウルフじゃない、誰がウルフだって感じの時はウルフが誰かを見分けていきます。それがワールドウルフゲームです。早速ワールドウルフゲームで遊んでいきたいと思います。せーの、どうぞ。まずお題が、あ、送られてきました。なるほどでは3人ともお題が来たので、はい、話し合いをしていきたいと思います。では3分間3分間でしたいと思います。制限時間3分、よーいスタート。好きですか？は好き。うちも夏って、あ、それめっちゃ待ってる感じ。え、なんか色はないけどあるみたいな。あー、わかるわかる。あるけどないみたいな。綺麗だよね。うん、綺麗綺麗綺麗。あ、でも怖い生き物がいる。あー、いる時も、あ、そうそう、いる時もある。え、絶対あれかあれだと思う。お題が、あれかあれ二択かなって感じ。日焼けに気をつけて、気をつけないといけない。日焼けって感じだよね。コロナで行けないって、ね、あー確かに、うん、コロナとかで、あー、うんうんうん、行きたいけど待って全然わかんない。ちょっとウルフかもわからないけど、逆にウルフが合わせてる可能性もあるでしょ。確かに分かったかもしれない。しょっぱいかな。あー、うんうん泳げるね。ゴー4、3、2、1、終了。では誰か一斉のでいきます。一斉のでリード。だよね。プールです。海です。海です。アリアちゃんがプールかと思ってた。本当に、うん、もう綺麗って言った瞬間で、あ、違うなしょっぱいって言った瞬間で同じだと思う。エコが合わせてるかもしれない。ああ、確かに。第2回戦確認できました。じゃあまた同じく3分で、はい、行きます。よーい、スタート。行ったことはある。あ る、え、誰でもありそうじゃない、うん、ちっちゃい頃によく行きそう。あ、確かに小さいと多分好きかもしれない。うん、いろんな生物がいるよね。確かに、うん、好き。まあ好きだけど、大人とかは嫌いな人が多いかも。なんか好きっていうか、行けたら行きたいみたいな。ああ、自分から行こうとはあまり思わない。家族で行きそうだよね、家族で。え、どんな感じ？どんな感じ？大丈夫じゃん。餌やりとかできる？ああ、できる。できるよね。できる。できるよね。で、中の場合は暗い。あー、暗い。家では買えないよね。確かに、でっかいのとか。そうそう、あの、家では買えない。レイラは意外に好きかも。暗いところとか綺麗だから。3、2、1、出よー。はい、じゃあ誰だと思うか。せーの、レイラ。レイラは水族館。いや、まあ動物園。結構水族館。うわ、破りにやだった。そうなの？だって暗くないもん。だって暗い暗いとか言って、あ、違う、どっちかかと思った。あの、動物園か水族館。そう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 、なんか餌やりできるよねって言ったから、水かな、リアちゃんと思ったけど、レイラが怪しかったということで、第2回戦のウルフは私でした。みんな分かんなかったね。分かんなかった。ではラストの3回戦に行きたいと思います。なぜか制限時間3分、よーい、スタート。
匂いする。わかんないな。でも音はする。あーする。たまにする。でもしない時もあるけど。なんか下のみんながって。ちょっと恥ずかしいよね。恥ずかしい恥ずかしい。もうなんかドッキリとかで結構ある。え？あある。あるよね。色はありますか？いません。見たことありません。ないですね。よくアニメとかでさ、焼き芋がヒントになる。あー、それそれ。中華とかで、なんか一人がしたらみんなの注目がそこに行く。人生に一回はやったことあるよね。うん。で、うん、なんで笑ってるの？なんか例えば一人がしたとしてもごまかせばいける。ああなんか無視したとしても確かに。かわいい。え、ダメダメダメ。言ってみよう。え、でもなんか何回もなっちゃう。何回もなっちゃう。強い。それは強い。電話とか、ズームとかでもね、面白いと思うので、やってみてください。もし、この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。